選手会が、はいまあ、まあ一番簡単にざっくり言えばそのチームじゃなかったら、うん、試合に出れるのに、うん、FA 権も取れない外に出ていく手段もない、うん、そういう飼い殺しにならないようにそういう選手たちを救済して、うん、他のチームでチャンスを与えようっていうのが まあこの現役ドラフトね、うん、アメリカでもルールファイブっていう形で、はい、まああのされてるんですけど、うん、あのー、それを日本球界でもまあ選手会側は来年の2020年から取り入れたいっていうところで、うんはい、まあいろんな条件出してるんですけど、はい、まああの選手会側まあこれまあまだ決まった叩き台で,であと詳しいことはまあ世に出てないんで、うん、その世に出てる中での叩き台としての、はい、あのー、条件、はい、現状のルール まあ各球団が8人を選定してリストを作成してあのまあその中では前年の10月のドラフト会議で指名された新人や外国人一定の高学年俸選手らは自動的に対象外となる見込みでまた全に12球団から最低1人以上が指名される方式と見られる中でだからまあ12球団から8選手ずつ出すだからまあ全部で96人が出るっていう。 とこシーズン中に行うと現役ドラフトをやりたいっていうところで選手会がまあ言ってるんですよね。その球団側も別に拒否しているわけじゃないんですけどその中の仕組みがまだ折り合いつかないんですけどこの問題点についてちょっとこう選手会が出している問題点についてちょっと感じたのはあの8月に行うと。で7月の30 1日までに、あのー、選手をリストアップして8月じゃないですか、はい、プロ野球界もう8月ぐらいには、うん、戦力界の選手ってほぼ固まって決まってるんですよ。で毎年、うん、あの各球団8人ぐらいクビになりますよね。と、はい、い,いうことはこの8月に8人って、うん、ただ見切り品セール位置みたいにならへんのかっていう。 どうせクビにする人たちを、はい、12球団がクビにする人たちを8人出して、うん、96人のどうせ戦力外になる人たちを取る取り合うって、うん、そうやって有効なんかっていうそうですねそしたらあの買い殺しででではななすすよよね、はあ、どうクビになるん8月に取ったとしても、はい、その選手 特に優勝争いもしくはクライマックスシリーズ争いしているチームは使わないですよねそんな大事な時にいきなり取って、うんうん、でしかもその選手がバンバン試合出てればいいですけど、はい、仮にその僕の思い通りに戦力外になるような選手だった場合2軍の試合にもさほど出てないパターンになるじゃないですか、はい、そうしたら使うにしても翌年になりますよね。うん じゃ無理にそこのドラフトで取んなくても、どうせ戦力外になった後にトライアウトとかで取っても一緒になるじゃないですか。うん、はい。だからこれって得策じゃないんちゃうかって見た時は思いましたね。時期悪いと思うんですよ。ああ、じゃあ夏がいいですか。これね、原監督が、はい、あの記事で言ってたんですけど、はい、ちなみに日刊スポーツです。はい。はい。あの <laughs> 原監督はですね、はい、まあ8月だと時期的に次年度の戦力という形になると。うん、だから。 8月中の開催っていうよりもあの3月だ要はキャンプ終わってシーズン前にそのドラフトが行われれば今年の戦力として見ることができるとだから時期が8月より3月の方がいいんちゃうかっていうのが原監督が訴えかけてるんですよね、はい、確かにっていう,そうです、ね、これも8月の8人は本当にもう見切り品セール位置に絶対になるんですよ。 ほぼクビにする選手をただ出してるだけでそんなの回したところで飼い殺しの人を救おうとかもじゃないじゃないですかそれだったら3月の,あの今年1年間必要な選手を2月のキャンプ3月のオープン戦に戦ってでその中でいや厳しいなって思う選手を8人出した方がまだいい選手がだってまだその時にはクビになる選手決まってないんでまだ可能性のある選手が出てくると。 思いまだから僕はこの原監督の3月案っていうのが一番しっこいくるなどうせやるんだったらねしかも8月に取ったところで,、はい、で選手もそこからもし東京にいたチームが福岡に行くことになった、はい、広島北海道行くことになったってなった時に大変じゃないですか、はい、でそこはちょっと急ぎすぎちゃうかっていう選手会ちょっと条件的にもこれはとくまあね変化していくんでしょうけど、うん、スタートとしてもちょっと条件があんまり有益に使えないんじゃないのかなっていう。それか じゃあもう戦力外が全部出ました。まだ契約公開が行われていません。でドラフト会議も終わりました。ここの,この間はどうですか？はい契約公開直前。うんまあまあそれもそれもいいですよね。だから <laughs> 僕はその11月か <laughs> あの日本シリーズ終わった後の戦力外通告終わった後の、はい。<laughs> 十一月末か三月かどっちかがいいですよね。そうですよね。十一月だったら、まあ、その選手の今年の成績をちゃんと見。そうそうそう。しかも、戦力外にもしてないわけですからね。はい。そうです。でも、ここで一つね。あの、また問題があって。育成選手はどうなんやっていうね。育成枠入れなくてもいいんだったら、まだいとりあえず育成枠に入れといてみたいな。この。なんか作戦としてできるじゃないですか。はい。だ、まあ、そこはどうなのかなっていうところは。 ありますよね、はい、だから僕も思い切って新しい案考えたんです勝手にまたおおあ考えてるんですね、はあ、勝手に考えましたはい、はい、こ8人ってやっぱりこの戦力外っていうところがちょっとこう離れないんですよ、うん、あどうせ戦力外になる選手ちゃうかっていうだから選手にとってもメリット欲しいでしょ、はい、年俸が今一軍採点保証が今年から1600万になったんで年俸が その半分の800万円以下の選手は自動的にあの現役ドラフトの対象選手になります800万円以下そのチームのだから800万円以下がそのチームの選手全員800万円以上の年俸だったゼロです対象選手で800万円未満の選手が20人いる全員20人対象です それは育成も含めて<ー>その代わり、うん、入団あの5年目以降ああなるほど5年目以降5年目からで年俸が800万,800万円未満の選手は全員、うんうん、8人とか人数を決めずに,に、はい、そういう条件の人は全員全員、はい、年俸がうん、うん、それが言うなんだったら、はい、年俸を上げてやれっていう<ー>そしたらその選手まあ 買い殺しにななるる可能性はありますすけけどででもまあ活躍しちゃいけるわけじゃないですか、はい、それが800万円以上の年俸っていうお金を手にすることができるから市場に乗らなくても、うん、ある最低限の収入は得れますよね、はい、そこにプラスありますよね、はい、でもしそれを外したくそこに入れたくない人はそのオフの高川さんが言った、はい、その11月末か10 12月1日かなんかのところでもう契約をそこまでに済ませて。はい 万円以上の年俸に差してあげなきゃいけないんですよこいつ今450万でもこいつはそこに置きたくないでもこのままだったら置いちゃう800万やるっつってそうしたら選手にとっても残る選手にとってもメリットあるじゃないですかしかも期待されてるんだっていうその意思表示もそうそうそうなるんですよで800万円いかない選手は全員がもうその現役ドラフトの対象選手になるっていう。 球団からもままああ出てもいいって思われてるのはしょうがないなってそう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 したらまあだったら他に欲しいって思うこともあると思うんですよねあいいんじゃないですかでちなみにもう一つあって選手が選手と球団の思惑が一致した場合は拒否権発動できるっていうだって選手も出たくない人もいるでしょいや俺はどうしてもこのチームにいたんやとその 買い殺しとととかかななんんじゃなくてこのチームでたやと、はい、だから自分が頑張って1軍出ればいいから、うん、そのドラフトにかけて欲しくないんやっていう人も多分いると思うんですよ、はい、だからそういった選手には拒否権を発動させてあげたいですね、はい、選手を救おうっていうルールでしょ、うんはい、それが選手にデメリットになっちゃダメじゃないですか、うん、だからその選手も拒否権できるっていうのを、はい、あのー 持たたててあげもも欲しいいですよね出うここだったら無理だと思っている選手には出る機会を与えて、はい、でも出たくない人は拒否権もでだからあの今5年って言いましたけど、うん、高卒は5年、はい、で大卒はとかで分けたほうがいいですね年齢もあるんで、はい、あのそれが何歳で入団かね、うん、あの高卒社会人だと大卒より早く入団するんで。はいうん 何歳の入団は何年何歳の入団は何年というところを詰めて、はい、その年数より超えちゃうとで年俸が800万未満だとその対象選手になるというふうにした方が分かりやすいですよね。はい、そうで,すねで12月にした,したらあの僕選手の移動することも考慮してあげてほしいんですよだか仮に東京から北海道とか東京から仙台東京から大阪広島福岡に行った場合やっぱ引っ越さなきゃいけないわけじゃないですか。はい、そののに、まあ、独身の人はいいですよね、うん でも家族がいる人とかになるとその準備期間も与えてあげてほしいんでいきなり8月のど真ん中で単身とかになるわけじゃないですか二軍になったとしてもで大きな変化も起こり得るしで3月もそして開幕前のバタバタで単身とかなったらあれじゃないですかだから11月末で800万円未満で年数を。 超えた人が全員対象。おお、でもいいですね。その条件をしっかりと決めれば、はい、いい現役ドラフトになりそうな気がしますね。いいでしょ。何気にあんよくない？いいと思います。いいと思います。もうちょっと多分細かいところをめてっそうそうそう。つめてって。でそれでね、あの対象選手にしたくない場合は800万上げればいいわけですよはい。うれよくでいいですか？いいと思います。ね、はい。今の8人で言うと、その8人多分800万未満だと思うんですよ。絶対。はいはい。だからその8人を下回ること僕はないと思うんですよ。育成も込みなんで。 育成いっぱい持ってても800万円未満だと対象選手になっちゃうんで育成いっぱい抱えればいい問題がまた逆にねそこもちょっと絡んできますね絡んでくるんでじゃソードバンクとかジャイアンツとかあのこれから三軍制ねオリックスとか作ろうとしているチームと育成選手を10人とか20人とか抱えてた場合その選手たちも800万円いってなかった場合その現役ドラフトの対象選手になるんですよ はい、まあでも拒否権というものもあるわけですもんね本人が嫌って言えばね、はい、でもそれは球団は関与できないんであ<ー>もう本人が嫌って言った場合は、はい、さっきあの球団との話し合いって言ってましたけど、はい、そこ話し合うとなんかいろんなものがごちゃごちゃ面倒くさくなるんで、はい、選手が嫌って言った場合は発動されないです。とさささいう、はい、ことは、まあ、本当に自分はちょっと出る機会を求めたいっていう人だけかけられるっていう制度で800万円未満。はい はい、まあが僕の総案ですけどまあまあまあいろんなことでねいい方向に進めばいいですけどまあ僕は8月の8人はこれはもう戦力外選手見本市になる可能性があるんでやめた方がいいのとこの8人っていうのをベースを崩さないんだったら僕は原監督が言ってる3月案が一番いいと思うんですよね。そしたらやっぱ今年1年のことも考えていろいろまだシーズン前に動かせれるしっていうところもあるんでそれか。 それがどうしてもって言うんだったら僕の案どうですかねいやこれいいんじゃないですかね結構いいでしょ、はい、でもしますあのメジャーって、はい、ルール5で取る時に1000万約1000万払うんですよへえ<ー>1000万払って10万ドルかだから10万ドル払って取るらしいですよだから今だったら1100万ぐらいですかね、はい、相場でいうとで取るらしいんですよね、はい、でも返品できるらしいですよ <へ> <laughs> あのメジャーはちょっとルールが厳しくて、はい、ロースターに絶対入れなきゃいけないとか、はい、その40人枠とかに入れなきゃいけないっていうのがあるんで、はい、あのでこれを外したかった場合外せないんですよね、はい、だから外したかった場合もう返すっていう、うん、だから5万ドル払えば返せるらしいんですよだ1000万でもらって500万払ったら返せるらしいんですよね。はい、でここういういところも あるらしいんですよ。はい、その中でもあのまあ活躍した人もいますけど、ほぼ9割方は返品されるらしいですよね。そうなんです、ね、はい。その取る方にもルールが厳しいんで、ーんメジャーあのメジャーワークにしなきゃいけないとかっていうのが厳しいんで、はい、そういったところも球団側にメリットも上げてほしいですよね。ちなみにルール5はいつ行われてるんですかメジャーは？いつですかね。あの調べてください。あ、はい、出てますここに。はい。はい、このぐらい。<laughs> そういうのメジャーとかも参考にしつつ、そうですだから球団側にもメリットあるし、ねはい、選手側にもメリットある、うん、ようにしていかないと、こんなの全く意味ないねっていうのを作っても仕方ないんで、まああのそんな慌てないで、いろんなことを話し合っていいものにしてほしいですね。うん、この時間とか慌てるとしょうもないものしかできないんで、はい、そこら辺はね、あのいいところは真似して。 あの独自のもののやつを作ってもらいたいですねはいいずれ本当にいい現役ドラフト行われるようになったらいいですよね選手いやまあまあいいですよね、はい、だからまあ僕の案が使われるかどうかはベストしてですね <laughs> 使ってもいいですよ <laughs> はい。